はい、どうもこんにちは、プライマーチャンネルの藤田とカリコミです。このチャンネルはマニラでライフスタイルメディアをやっているフィリピンプライマーがお送りしております。このコーナーではフィリピンのニュースをピックアップしてお伝えしております。今日はカリコミさん、何か変わったことはありましたか？はい、はい、ございます。英語版の9月号が発行されました。フィリピンプライマー英語版9月号発行しました。透けて見えてしまう、見えない、すすけちゃってる、はい、なんかスタイリッシュな感じの、バイク特集です。バイク川崎バイク特集です。違う、 BKB って感じで、はい、分からないですよ、これ見てる人分かんないか、すみませんが、はい、あとプライマーチャンネルの登録や、各種 SNS の方も、ぜひ概要欄の方から登録してみてください。では本日のピックアップニュースいってみましょう。9月9日、今日のピックアップニュースです。マカティ、企業への補助金支給を行う。お、はい、いいですね。なんか良さげなニュースですよね。はい、マカティ市政府は、新型コロナウイルスの流行により大きな打撃を受けた企業や企業家への金融支援を最大10万ペソと補助金を提供すると、美内市長は月曜日、述べられました。市の25億ペソのマカティ市民経済救済プログラムというものがありまして、こちらで美内市長はマカティに登録された7万8000社の企業を支援することを目標としているそうです。助成金の額は事業の種類と現在雇用しているマカティ市民の数に応じて決まるとのこと。美内氏は Facebook のライブで語られました。こちらはですね、ローンではなく企業者への補助金となるということで、資金の条件としまして2年間の間ビジネスは継続を運営を継続しなければならないと、マカティ市民の従業員を解雇することができないと、また市の条例だけではなく他の安全ガイドラインを守ることが前提と発言しております。なるほど、はい、最大10万ペソでビジネスを2年継続しなきゃいけなくて解雇もできないっていう内容だと、いいニュースに見えてるんですけどね、これね、はい、経営者泣かせですね、これね。申請するのかな、なんかね、まあ、分かんないですけど、次のニュースいってみましょう。地方自治体が観光地再開の最終決定権を持つ DOT ニュースです。はい、DOT はコロナウイルス感染、新型コロナウイルス感染のリスクが低いもしくはゼロケースが記録されているフィリピンの観光地を開放することで、国内経済の再起動に向けた取り組みを強化しているということだそうですが、国内の観光地、地域を管轄する地方自治体 LGU ですね、が観光の再開について最終的な決定権を持つということが明らかになりました。 MGCQ のもとに置かれている地域は観光再開を失礼しますが、 MGCQ 下に置かれている地域も実は観光再開を拒む LGU が中にもあるということで、コミュニティ隔離レベルがの緩和が観光を即再開する保証はないということを観光次官のエミリート氏は CNN のフィリピンインタビュー、 CNN フィリピンのインタビューで述べられております。はい、はい、いろいろね、開けていこうという観光地を開けていこうという動きはね出てきてますけれども、先日もバギオ、ラウニオ、パンガシナ、イロコスで旅行できるようになりましたけど、まだこれはね、この地域はまあこのエリアの住民の人だけしか行けないんで、うん、マニラの方はねもう少し待たなきゃいけないんですけれども、ボラカイもそろそろ国内旅行は飽きそうな雰囲気もあるんで、少しずつなんか、地方が開いて、もう観光がですね開いてきている感じがありますね。はい、続いてはタガイタイのニュースいってみましょう。はい、タガイタイはトラベルパスいらず、はい、というニュースです。はい、タガイタイに入るために旅行パスが必要なくなるのかというニュースなんですけど、はい、現在タガイタイは MGCQ のもとにありますが、通常コミュニティレベルが異なる地域を、はい、地域間をまたぐ場合、LGU でトラベルパスを確保しなければなりません。トラベルパスを取得するためにはその申請者が、在住されているバランガイからその証明書と保健所からのヘルスサーティフィケートを入手する必要があります。しかし高い台では観光客が入るときは旅行パスが必要なくなると
というふうに多外体式アドミニストレーターの方が発言されたようです。はい、いかがですか、藤田さん。なるほどですね。いやいや、まあね、あ、ただ、まだローカルバスの、ね、運行再開はされてないそうなので、自家用車で行くには行けるんですけれども、ローカルバスないので、そちらの方はお気をつけください。はい、次のニュースいきましょう。はい、9月9日マニラ首都圏の道路、1000台以上のジープニーが走り出しちゃうんですね。おー、はい、すごいね。その通りのニュースなんですけども、藤田さん、いかがですか。まだあんまし見かけてないですよね。ね、そうなんですよ。これから見かけるなんでしょうね。はい、でしょうね、はい。ね、でも、排気ガスは戻ってほしくないね。確かに。はい、はい。ですね、次のニュースいってみましょう。IATF、スーパーやモールでのフェイスシールド着用義務化を承認というニュースがございましたが、はい。はい、IATF はスーパーマーケット、公共市場、ショッピングモール、政府機関の会場に行く場合には、コロナウイルス、新型コロナウイルス対策として、市民はフェイスシールドの着用を義務付けると発表されました。ああ、これも、はい、義務付けることになっちゃったんですね。ああ、なるほどね。はい。ありました。ダバオ、フィリピンのカカオ生産中心地にというニュース。なんかこれもいいおさげなニュースですね。はい。はい、カカオ産業の振興に長年取り組んできたダバオ市は月曜日開催された式典で、農業省長官ウィリアム・ダール氏からダバオがフィリピンのカカオ生産中心地であるというふうに発表されたそうです。失礼しました。2015年から19年までに合計2289トンのカカオ豆を生産し、主要な生産地域となっています。サラ市長は、スピーチの中で、ここ数年、ダバオのカカオは世界最高のものとして認識されており、地元のブランドが国際的なチョコレートコンテストで話題となり、フィリピンや、外国のチョコレートメーカーがここで、ダバオで豆を調達するケースが増えていますということと、私たちはカカオやチョコレートが国際的に有名になることは重要なのですが、国から認められることは私たちにとって同じぐらい重要なことですと、ダバオのカカオ産業関係者の努力に感謝の意を表したという。なるほど、いいですね。いいニュースですね。はい、ですね。ね、ドテルテさんの、ね、お膝元で娘さんのサラさんがやられてますから、はいはい、もしかしたらカカオ事業いいかもしれませんね。はい、次のニュース行ってみましょう。マニラの墓地がウンダスのため閉鎖されるというニュースです。はい、はい、マニラシティイスコモレノ市長はウンダスと、総称される、祭日、この祭日はオールセインズデイと、オールソウルスデイの間、人々が大量に集まるのを避けるために、マニラの全ての墓地が10月31日から11月3日まで閉鎖されると発表しました。はい、なるほどね。まあ、ウンダスはね、フィリピンのお盆のお墓参りみたいなもんですからね。はい、これ多分マニラ市だけですよね。そうです。まあ、行かれる方は早めに行きましょう。はい、はい、ラスピニアス COVID ラボがオープン、新型コロナウイルスラボがオープンというニュースがございました。ちょっと見にくいですかね。こんな感じですかね。はい。はい、ラスピニアスで新型コロナ患者の受け入れと検査を提供するラボがオープンします。その病院名は、ラボ名はラスピニアスジェネラルホスピタル&サテライトトラウマセンターというそうです。ちなみに、この PCR 検査装置はサンミゲル財団からこちらのラボに寄贈され、来週から稼働を開始するということだそうです。はい。なるほどですね。はい。新型コロナウイルス感染者速報です。はい、9月9日の情報のデータとなります。トータル感染者数が245,143名。新規感染者数3,176名。
トータル死者数3986名、トータルリカバリー数が18万5543名だということです。はい。はい、ということで、今日も張り切ってたくさんニュースをお送りしてきましたが、有森さん、最近あれですね、モールの入り口での署名がなくなっちゃったね。はい。なんかグリーンベルト、ね、SM、そうですね、いつの間にかなくなってましたね。ね、まあ、はい、気づいてくれたといいますか、なんだったというか。なんだったんですかね、あれね。まあ、正直、あんま意味なかったもんね、あれね。追っかけるわけでもないしね。そうですよね、なんか。わかりました。はい。マニラで PR したい方、ぜひですね、マガジンウェブサイトなので、クライマーへの広告、の方もぜひよろしくお願いいたします。では、本日もありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。失礼します。